Morita Shoji exhibited wood-carved figures of Godzilla, Mothra, and King Ghidorah at the Spring 2009 Tokyo International Gift Show. A highly skilled carver starts with natural wood and carefully hand-carves every detail to create each final piece. まずこちらのキングギドラ、ゴジラ映画の中のキングギドラっていう商品なんですけれども、一般的にはフィギュアとかで制作されるのが一般的だと思うんですね。弊社はもともと仏像をメインとしている木彫りが得意な会社だったもんですから、その技術を生かして何かできないのかっていうことを模索しておりまして、そういう中でこういうものを提案させていただいてるんですね。今までになかった木彫りのキャラクター商品っていうのは過去にないんですね。ですから今までにない需要を掘り起こすと、大人のホビーというテーマでご紹介させていただいております。で、今キングゴジラ映画っていうのは今の50歳前後の方のファンが多いんですね。お子さんではないんですね。ですから、高額な価格にはなるんですけれども、十分にこうお買い求めいただける価格帯ということで戦略としてやっております。 Only 20 of each of these figures will be available worldwide, and the price of each figure is 315,000 yen. This gigantic King Ghidorah, however, costs 1,964,000 yen per piece.DigInfo News.